ルツェルンハウンドは、スイスのルツェルン州原産のセントハウンド犬種である。スイスハウンドの一つに含まれる。ルツェルニーズハウンドとも呼ばれる。ドイツ語では、ルツェルナー・ラウフフントという。ルツェルンハウンドフランスのグランブルードがスコーニュと共通の先祖を持ち、特徴もいくつか共通のものを持っている。先祖犬が原産地に連れて来られて、土着の犬と交配することで作出されたと言われている。 主にイノシシやノロジカなどの大型獣を狩るのに用いられていた。獲物の匂いを追跡し、発見すると格闘を行って弱らせる。近年は気少化が進み、獲物の減少も重なって用途が失われ、絶滅の危機に瀕している。基本的に地域原産の犬種であるため、他の国や地域では全く飼育されていない。大半は人猟犬や消毒腔として飼育されている。 ルゼルンハウンドの毛色は、ブルーローンの地に、黒のブーチ、目の上と混ずる、足に、タンのマーキング、そして胸部などに、ホワイトのパッチが入った、複合色である。コートは、スムースコートである。イノシシの際付き攻撃やノロジカの角付きによる、ダメージを軽減したり、寒さや右折をしのぐのに都合が良いように発達した。筋肉質で引き締まった体つきで、足が長く走るのが早い。 頭部は小さめで、首はやや細い。胸は深い。マズルは先細りで長い。耳は長めの垂れ耳、尾は飾り毛のない垂れを。大型犬サイズで、性格は忠実で従順、勇敢である。大型銃の攻撃にもひるまず、時には大胆な攻撃も行う。しかし、量の時以外は運行で、警戒心は強いものの主人家族には有効的に接する。 状況判断力は高い。吠え声はよく響き、活発で、スタミナは多く、運動量は膨大である。ありがとうございます。